皆さんこんにちは。本日もご視聴ありがとうございます。今日は久しぶりにナレーションを入れていこうと思います。皆さん素敵な母の日を過ごされたでしょうか。今日はスイス在住5人家族の母の日の数日前のとある一日の様子になります。旦那のお母さんへのプレゼントを子供たちと手作りしたり、あと私たち普段ビーガンの食生活を心がけてるんですけど、今日はビーガンのワッフルの作り方、すごく簡単なのでご紹介していこうかなと思いますので、最後までよければ見てください。前日に次の日のランチ用のワッフルの生地を準備しました。ビーガンなので豆乳とバターの代わりにオリーブオイル、卵も使いません。いつもこれちょっとね多めになっちゃうんですけど、気にせずビーガンミルクを常温に戻していきます。体にいいので、私たちは普段このホールウィートを半分入れてるんですけど、強力粉、薄力粉を 100g ずつ加えても大丈夫です。あ、またちょっとオーバーしちゃいましたね。ドライイーストを 5g 加えます。5g、さっき 2g オーバーしてたのでね、やっぱりしっかり測っといた方がいいですね。ちょっと最近もう子供を産んでから記憶力がすごく悪くなったので、砂糖は 30g ぴったり。でもよく考えたらさっきオーバーしちゃってたので結局はね合ってないんですけどね、ま、ちょっとぐらいあまり気にしない性格です。お塩は1つまみ入れていきます。ミルクを入れる前にちょっと粉を混ぜ混ぜしといて、全体がよく混ざったところにビーガンミルク、今回は豆乳を 130ml 加えていきます。今回は豆乳を使ってるんですけど、アーモンドミルクとかオートミルクとかでも全然大丈夫です。混ぜ混ぜしていきます。まとまってきたら、今度はビーガンのワッフルなのでバターの代わりにオリーブオイル 50g を少しずつ加えていきます。普段ちょっと手につくのが嫌なので、なるべく最後の方までヘラで混ぜてます。くっつかなくなってきたら、今度は手でこねていきます。しっかりちゃんと混ざるようにこねて、あとは常温で 1,2 時間寝かせればいいんですけど、でも私の場合ちょっと子供たちが小さいので、ランチの時にあまり時間がないので、前日に準備して冷蔵庫で1日寝かせました。で、次の日の朝です。この日は母の日の数日前なんですけど、子供たちがおばあちゃんにも母の日に何かプレゼントをあげたいというので、お家にあったもので母の日の手作りカードを作っていってます。準備した固めの画用紙の真ん中にハートを書いていって、あとは縁の方に1センチ間隔で穴を開ける印をつけていきます。真ん中に書いたハートにも1センチ間隔で穴を開けていくので印をつけていきます。ちょっと画用紙が大きすぎて穴を開けるのが大変だったので、もう少し小さめの方がいいかなと思います。印をつけ終わったら切りなどで穴を開けていきます。穴を開け終わったら、この針、私は毛糸用の危なくない針を使いました。これを縁の穴からハートの穴へ交互に通していきます。3歳の息子にはねちょっと難しかったので、私がお手伝いをしながら頑張って最後まで作りました。カラフルにしていきたいので、糸は好きなタイミングで色を変えていきます。幼稚園でいろんな工作を学んでくるので、最近はねこういう工作をお家でもやりたがるんですよね。刺繍も習い始めたようで、6歳の娘は最後まで一人で頑張ってました。
で、こちらが完成になります。もうちょっとね、糸をたくさんやってあげると可愛くなると思うんですけど、子供たちにはこれが限界でした。あとは私がドイツ語で感謝の気持ちのお手紙を書いていきます。プレゼントを買ってあげたりもするんですけど、子供たちと手作りしたこういうプレゼントはすごく喜んでくれるんですね。で、子供たちもプレゼントをあげるのがすごく好きなので、いつもどんなプレゼントにしようかって考えながらアイデアを出し合ってプレゼントを作ってあげたりします。母の日のプレゼントなんですけど、おじいちゃんにもあげないとかわいそうだっていうので、おじいちゃんの分も一緒に作りました。お手紙を書き終わったら完成です。で、午前はそんな感じで過ごして、もうすぐランチの時間なので、昨日準備したワッフルを焼いていこうと思います。まずは切り分けていきます。で、あとはちょっと丸めて、ちょっとさっき頑張ってプレゼント作ってたのでね、2つだけ子供たちを喜ばせてあげようと思います。チョコをね、中に隠しときます。取り分けて丸めたら、ちょっとしばらく置いときます。その間に他のサイドディッシュの準備をします。すごく簡単なトマトサラダの準備です。トマトをこうして切り分けて、味付けは塩コショウとオリーブオイル、それにあとはバルサミコ酢。このバルサミコ酢がちょっと甘みがあってすごく美味しいんですよ。で、こちらをかけていきます。で、完成です。次はスーパーですごく安売りしてたアスパラガス、細めのアスパラガスをオリーブオイルでちょっと炒めていって、塩コショウで味付け、で、すりにんにくを入れていきます。ブイヨンを溶かしたお水を入れて少し炒めていきます。で、完成です。ちょっと飾りにドライパセリをかけて、半分は私たち用にチリパウダーを少しかけました。ワッフルを焼いていくんですけど、ビーガンなのでバターの代わりに食物性の油を使って焼いていきます。ちょっとワッフル結構久しぶりに作ったので、うまく焼けるか心配だったんですけど、なかなかうまく焼けましたね。よかった。残りを焼きながらグリーンサラダの準備もしていきます。このサラダね、すごくフレッシュで私すごく好きなんですけど、スーパーで売ってる根っこもついてるサラダです。すごく新鮮なサラダなので、いつも虫がついていないかちょっと怖いんですけど、よく見ながらしっかり洗っていきます。
フルはそんな頻繁には作らないんですけど、普段はパンを買ってきて一緒に食べます。アボカドも切って完成です。普段ね、私たちこういうランチをよく食べます。ビーガンで健康的だし、お野菜もたくさん取れて、何よりものすごく手軽なんですよね。日本とか韓国に住んでた頃はご飯って言ったら夏場以外はだいたい温かいものを食べるのが普通だったんですけど、スイスに来てからはこういう冷たいご飯もよく食べるようになりましたね。最初の頃はね、あんまり馴染めなかったんですけど、もう最近はね、こういうご飯の方が手軽で気軽にできるので、例えば献立に困った時とか、夏場なんかは特にこうしてパンとサラダを数種類作って食べることが多いですね。久しぶりのワッフルに子供たちもすごく喜んでましたね。アスパラガスが美味しい季節ですよね。ということで、スイス在住5人家族、母の日の少し前のとある一日の様子をお届けしました。最後までご視聴ありがとうございました。少しでも楽しめたなと思ってくれた方はチャンネル登録して応援してくださると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。